歯磨き。と一緒に遊ぶ約束なんだけど、ちょっと早く来ちゃったかしら。このまま待ってるのも退屈だし、どうしようかな。あら、ボンジュールでコマンタレプー。ボクちんは由緒正しいリッチなお家に生まれたお子様、チーカッパです。皆さんよろしくお願いします。こんにちは、チーカッパくん。みんなにちゃんと挨拶して偉いわね。なあなあなあ、ボクちんくらい美少年なら当然なこと。どうやらボクちんの魅力に見せられてしまったようですね。あ、こっちこっち。なんで豆一くんが。その呼び方やめろってば。会うなり失礼だな。そうですね、こんにちは。それより週に一度しか豆ご飯を食べられない豆一くんがなぜここに。週一で悪かったな。僕はももかっぱちゃんと待ち合わせしてたの。何？そっちこそなんでここにいるのさ。ただの通りすがりです。散歩しながらももかっぱちんのような素敵なレイディーと誰がどのように過ごすかチェックするのもリッチなお子様の役目ですから。それ通りすがりって言わないよね。っていうか決めました。ここからはボクちんがももかっぱちんをエスコートします。週に一度しか豆ご飯を食べられない豆一くんと遊ぶなんてちっともふさわしくありませんから。ちょっと待ってよ、豆ご飯は関係ないって。ねえ聞いてる？レイディーと遊ぶのに必要なのはエレガントさ。それを持っているのはボクちんだけね、ももかっぱちん。でも確かにエレガントって素敵だけど、ちょっと飽きちゃったかな。え？そういうのって飽きるものなの？やっぱり今はワイルドな人がかっこいいかな。ワイルドか。ところでワイルドって何？荒々しくて力強いってことかな。なんかよくわかんないけど、牛乳をパックのままで飲んじゃうみたいな。ひょっとしてコップでしか飲めないんですか？ご飯を5回も6回もおかわりしちゃうとか。普通のご飯しかおかわりできないなんて、やっぱり豆一くんは豆一くんです。もういちいち豆一うるさいな。お母さんが栄養のバランスを考えての週に1回だから。へえ、じゃあそれが豆一くんのワイルドですか。カチン、もう頭きた。はい、そこまでだってか。なんだかみんな騒がしいってか。しかし今日こそ絶対にわからんを咲かせてもらうってか。で、ちょっと聞いてる。なんなのこれ。どっちがワイルドか競ってるみたいよ。ワイルド？そんなことよりわからんの方が大事だってか。ほらほらほら、うるさいな。ちょっと黙ってて。失礼しました。はあ、びっくりした。なんなんだってか一体。こうなったらどちらがワイルドか決めるのです。ボクちんはマメイチくんに決闘を申し込みます。望むところだ。なんだか大変なことになって
てきちゃった。うふん。では最初の勝負ね。やっぱりワイルドって言ったら力比べよね。なるほど。オケで立ちます。決まりね。じゃあ綱引きにしない？私縄跳び持ってきたの。なんか変な箱になってるってか。いい？私がスタートって言ったら縄を引っ張ってね。二人とも準備 OK？ OK だよ。 OK です。それじゃあよーいスタート。よいしょ。おーです。よいしょ。おーです。そーりゃんでてたら。よいしょ。なんでたら。よいしょよ。頑張って。なんだか盛り上がってるってか。頑張り頑張り。会場のみんなも一緒に。ちょっと今のはずるくない？どんな手を使っても最後まで勝負を諦めない。ワイルドでしょ。こうやってみたら、そうね、勝ちは勝ちよね。どうです、やはりワイルドなのはボクちんなのですよ。絶対負けないぞ。僕の方がワイルドだ。ワイルドワイルド、朝昼晩、花咲きワイルド。はいか。あれ、なんだろうこれ。もしかして今度こそ分からん。イチゴです。これワイルドストロベリーよ。小さい実がなるの。ワイルドを咲かせられたのね。さすがはなかっぱくん、ワイルド。いや、まあまあね、実力実力だよ。ずるいです。花は勝負に関係ないです。そんなワイルド取ってやる。いちょっとやめてよ。やめてってば。私のために喧嘩しないで。待って、はなかっぱくん、ちいかっぱくん。ほんとなんなんだか。しかも咲いたのわからんじゃなかったってか。けどこの調子で二人がワイルドを目指せば、はなかっぱもきっとわからんを咲かせられるってか。よし、ワイルドって言ったらやっぱりこのガリゾー様の歯だってか。こうしちゃいられない。急げ急げ。それにしても、くぅ、勝負に勝ったのになんでこんなに悔しいんでしょう。まだまだ決闘はこれから。そしてワイルドなボクちんをももかっぱちんに見てもらって、キャー、リッチなだけじゃなく何から何まで本当にワイルド。やっぱり本当にあなたって
世界で一番素敵。にゃーそれほどでもないったら、かわいこちゃん、この程度普通のことです。にゃーん、お願い、ちいさま、どうすればワイルドなあなたにふさわしいレイディーになれますか。こんなこと教えてもらうのはもうちいさま以外考えられない。お願い、ずっと私をおそばに置いてください。もちろんです。君は十分魅力的ですけど、この僕ちんのすべてを、いや、ワイルドのすべてを君に教えてあげるちゅ。いや、いいから、近いからもうちょっと離れて。最悪です。そっちが近づいてきたんだろう。もう、あー、いたいた、二人ともどこに行ったかと思っちゃった。さあ勝負再開、今度こそボクちんの方がワイルドだと教えてあげます。もういいよ、どうせ僕の方がワイルドに決まってるんだし。次は何がいいですか。そうね、やっぱりビシッと決められるときにビシッと決められるのがワイルドよね。そうだ、ダンスなんかいいんじゃない。というわけでダンス勝負を申し込みます。決めたのはももかっぱちゃんじゃない。じゃあ音楽が鳴って3、2、1でダンス開始ね。え、音楽あるの。ミュージックスタート。それじゃあみんなも手拍子お願いね。せーの、3、2、1スタート。ヘイヨー、カッパカッパ、ハンカッパよー、カッパよー、シュン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 カシュイカオアサヒュー、バーン、ババーン。はぁ、あ、どうや。二人ともお疲れ様。それじゃあ会場のみんなに決めてもらおうかな。みんな、はなかっぱくんとちいかっぱくん、順番に聞くから、よかった方に拍手お願いね。それじゃあはなかっぱくんがいいと思った人、拍手。今度はちいかっぱくんがよかったと思う人、拍手。どうなの、ももかっぱちゃん。決めるのが難しいくらい頑張ってたものね。でもその前に大事なことがあると思うの。大事なこと。二人とも全然ワイルドじゃなかったかな。ドーン。ワイルドって奥が深いんだな。だったら今度こそどちらがふさわしいか決めるのです。ならばその勝負私が預かろう。なになに。イヤー、レッツワイルド。誰。約束聞いてくれました。 I am Mr. Wild。 ワイルドといえば私、ワイルドのことなら任せるであります。この人が。ワイルドに必要なのはどんなものでもかじれる丈夫な歯。笑顔とともにリンゴをかじればガリー、ほらスーパーワイルド。本当にワイルドかな、これ。ちょ、リンゴを丸かじりって大変だ。大変なんでありまーす。だからこそたくましい、つまりとってもワイルド。確かにワイルドかも。ふふふ、さすがお嬢さんはよくわかってるであります。というわけで次の勝負はリンゴどれだけワイルドにかじれるか、これで決めたらどうであります。いいじゃない。そうだ、みんなで食べようと思って
私リンゴ持ってきたの。それを使いましょう。いいです。ま、僕ちの勝ちでしょうけどね。そう言われるとなんだかやる気が負けないぞ。それでは1、2の3で一斉にかじます。一番ワイルドにかじれた方が勝利。では 1、2の3、ガイカハイガイ。切ってないリンゴって硬いんだな。こんなはずか。小さい君には無理だと思うよ。どうやら勝負あったようであります。さあお嬢さん、どちらがワイルドでしたでありますか。それはやっぱりミスターワイルド様で。そうそう、その通り。というわけで勝者はミスターワイルドテニー。やろ、ちょっとそうじゃなくて。だってしっかりリンゴかじれたのってあなただけなんですもの。それにその力強さ、白く輝く丈夫な歯が笑顔に似合って素敵。やっぱり誰よりもワイルドだわ。いや、それはそうなんだけど、納得できません。きっとリンゴが違うんです。よくかじれる柔らかいリンゴに決まってるんです。ちょっと柔らかいリンゴってどんなんだってか。ねえやめなよ、離れろったら。あーもううゴージャスなボクちんのやつを。
悪かったな。そっちのなんか使ってないみたいに綺麗じゃないか。大切だから傷つけないように少ししか磨かないんです。これだから普通のお子様は。それは違うぞ。違うってか。お、ガリゾウ、二人ともまだダメダメダメってか。それもちかっぱ、少ししか磨かないなんて、そんなものは歯磨きとは言わないってか。ほら、だから言ったでしょ。はなかっぱも違う。ボロボロなままだとちゃんと磨けないから、ちゃんと新しいのに変えないといけないんだってか。ほら、ガリゾウ様は古くなってきたらいつでも新しいのに取り替えられるようにたくさん持ってるんだってか。歯磨きを甘く見てたらリンゴをかじれる丈夫な歯にはなれないってか。そうだった。じゃあ早速教えてよ、歯磨きのコツ。よろしい。何より一番大事なのは毎日欠かさず磨くこと。歯磨きが楽しくなるウォーミングアップレッスンを始めるってか。これから音楽を流すから、それに合わせて一緒に。ガリゾウくんと同じように磨けばいいのね。できる人は一緒にやってみよう。それじゃあいくぞ。ミュージックスタートってか。まずは横にゴシゴシ磨く。今度は歯ブラシを持った腕を高く上に伸ばして、両手で笑顔のポーズ。もう一回磨く。みんなで向き合っていっぱい磨いて、両手歯を見せピッカー。もう一回横に磨く。今度はうがいでブクブク。みんなできたか。今度はちょっと早くなったり長くなったりするバージョン。今覚えたのをやりながらしっかりできるか挑戦するってか。それじゃあもう一回ミュージックスタートってか。まずは横にゴシゴシ磨く。今度は歯ブラシを持った腕を高く上に伸ばして、両手で
じゃあ僕やってみるよ。みんなも一緒に歌ってくれない？いいかな？いいよ。ありがとう。いいよ。じゃあ行くよ。せーの。あ、わかった。シュンタシュート朝昼晩花咲けパッカン。あれ？でもこれ何の花だろう？何？これはアルバギーボトルブラシ。なんでな？名前の通りブラシみたいな花が咲くんだってか。なんだかとっても今の私たちにぴったりじゃない？あれ？ということは、うわー！結局わからんじゃなかったってわけか。しょっぽり。だけど今日は歯磨きも教えてくれたし、今日のがりぞーくんは素敵だったわよ。え、本当？うん、ありがとうがりぞーくん。ありがとう。なんかこういうの照れるってか。でも悪くないってか。でもやっぱりいきなりリンゴを丸ごとかじるのは無理かな。それまではちゃんと切って食べればいいじゃない。そうだ、まだうちにリンゴがあるからみんなで食べない？がりぞーくんも一緒に。賛成。そしてリンゴを食べた後はもちろん歯磨き。ねえ、花のっぱ、ちゃんと待ってよ。ももかっぱちゃんのお家に行く前に、ねえ見て。